こんにちは。こんにちは。桜の国で1970年のこんにちは。こんにちは。こんにちは。握手をしよう。こんにちは、こんにちは、月の宇宙へ。こんにちは、こんにちは、地球を飛び出す。こんにちは、こんにちは、世界の夢が。こんにちは、こんにちは、緑の丘で。1970年のこんにちは、こんにちは、こんにちは、握手をしよう。こんにちは、こんにちは、笑顔あふれる。こんにちは、こんにちは、心の底から。こんにちは、こんにちは、世界を結ぶ。こんにちは、こんにちは、日本の国で1970年もこんにちは。こんにちは、こんにちは、握手をしよう。こんにちは、こんにちは、握手をしよう。喜びに目を開け、心へ火事を向こうに素早く目をこの川の風に開けよ。それ123静まった頃に始まる子供番組です。子供による子供のための子供番組です。僕はね、この番組で伝えたいことがあるんだ。インターネットは
ネット規制法反対、大人は悪だ、ネットを返せということでね、大人に戦争を挑もうというそういうスタンスで始まりましたこの番組ですけど、え、そうか、じゃあコメントをね読んでみようかな。どういうスタンスだよとかね、あ、いろいろ、あ、大丈夫かな、この BGM とか聞こえてるかな、大丈夫かな、音とか大丈夫、皆さん僕の声は聞こえてますか。 Listen to my heart? Looking for your dream? あ、聞こえてるって、ありがとうね、いいね、このライブ感たまらないね、乗ってきたね、これ。うん。それで何を言うつもりだったのかな？そう。そういうことでね。僕はですね、そうやって子供の自由をね、勝ち取るために、いろんなことをしているね、活動家なんだ。たまには少し過激なこともするよ。この番組はね、大人に対する、メディア戦争なんだ。みんなちゃんと、良い子のみんなは、この番組を見てから学校に行こうね。そして、先生たちと戦おう。ネットは、僕らのものだ。携帯を学校に持ち込んでって、いいじゃないか。青少年、ネット規制法、反対。っていうことだね。この番組を見てるみんなは何歳くらいの人が多いのかな？みんな小学生だよね。知ってるよ。だってこんな朝早く起きるのなんて小学生しかいないもんね。なんかリアルな年齢が流れてるけど。うん。68とか嘘だよね。みんな嘘つかないで。うん。なるほどね。幅広い年齢に支持されているということでね。行ってみたいと思います。じゃあどうするんだっけな、いろいろ考えてきたんだけどな、あ、じゃあそれじゃあね、今日の朝の朝一だからね、いつものコーナー行ってみようか。じゃあそれではいつものコーナー、チョムさんのサッカーテクニック。こんにちは、チョムバイヤーです。今日も私チョムさんが、皆さんにサッカーテクニックを教えていきます。 Here we go。 基本的な心構え、まずですね、ボールはボール is friend という言葉をですね覚えてください。ボールは決して怖いものではありません。ボールは友達なので、決してボールから逃げないように、仲間からのプラスが来ても、あいつからのショートが来ても、決してボールから体を逃げないようにしっかりと正面で受け止めてください。ボールは怖がらずに体の正面で受け止めよう。うわあるところに金太郎という男の子がいました。金太郎の友達は山の動物たちでした。金太郎はある日、山で一番強い熊と相撲をして、見事に勝ち、横綱になりました。しかし試合後に
ツポーズをしてしまったため、日本相撲協会からの怒りを買い、山を追放されてしまいました。金太郎はふるさとのモンゴルへと帰りました。それが後のチンギスハーンである。お話の国、ババンババンバンバン、アディバドン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 、ババンババンバンバン。はい、ということでね、次は今日は何の日のコーナー、イエーイ、パフパフドン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 、パフパフ。なんかね、こうね、僕このキャラがわかんないんだ。僕ってどんなキャラなんだろうね、僕わかんないんだ。それではですね、今日は何の日かっていう、まあそういうコーナーなんですけど、みんな当然知ってるよね。今日、2月26日。うん。そうだね。2月26日は、アニメ、ドラゴンボールが初めて放送された日だよね。うん。そうなんだ。鳥山明先生は、総資産が100億円以上もあるらしいよ。すごいよね。何使ってるんだろうね。て、おいみたいなね、ツッコミがいっぱい来てると思うんだけど、違うよ、そんな日じゃないよ、今日は。いや、その、本当にその日だけど、そういう日じゃないんだよ。僕が言いたいのはね、そういうことじゃないんだよ。今日は何の日かっていうとね、2月26日だよ。みんなわかんないかな？わかんない？誰か当ててみて。今日は何の日でしょう？あ？誰かわかったかな？あ！正解です！そうだね。今日は、226事件の日だね。うん。これはね、そう、なぜ僕がね、この日に放送しようと思ったか。それはね、今日が226事件の日だからなんだよ。これはさっきね、日にちをくぐってたら、偶然ね、そうだったんだけど、うん、なんと今日はね、26事件。さっきも言ったよね、僕。この番組はね、世の中にね、革命を起こしていこうっていうね、クーデターを起こしていこうっていう、そういうね、番組なんだ。わかるかな？みんな知ってるかな？226事件。今日のお勉強だよ。226事件は1936年2月26日に日本において陸軍なんとか派の影響を受けた青年将校らがなんとかなんとかをしてクーデター未遂事件である。わかるかな？みんな僕のしたいことがね、こうやってね、革命をしていこうっていうね、ってことなんだけど、見て、この青年将校たちのこの勇姿を、かっこいいよね。でも気になったんだけどさ、この人見て、なんかこの人顔おかしくない？この人なんか変なさ、仏像みたいな顔してるよね。これ何？これ絶対おかしいよね。なんか潰れてるよね。心理写真かなって思ってね、僕こんなところに、いや、いじってないよ。あ、いじってってこと？画像はいじってないけどね。本当にこういう写真だったんだよ。ウィキ見てみろよ、ウィキ。そう。そうなんだよね。まあ、いろいろありますね、こうやって。なるほどね。やっぱりね、今のね、若者にはこういうね、クーデター精神っていうのかな。反骨心っていうの？こう、上の権力に対する、このね、やってるぞっていうね、潰してやるぞっていう、そういうね、そう、僕はね、過激派なんだよね。過激派、ジャスティスボーイっていうんだ。ジャスティスボーイって名前の意味はそうだよ。
つまり子供はね、子供は正義なんだ。僕は正義の子供、ジャスティスボーイ、ジャスティスボーイシーみたいなね。うん、こんなことをね、やったから部屋で一人で喋ってるね、この僕のね。ダメだね、急にダメだね、こんな死に物ってはダメだ。よーし、日本をぶっ潰せ、ジャスティスボーイ、ジャスティスパンチ。これでね、ほらね、これからさ、こうジャスティスパンチとかさ、ジャスティスビームとかをこうこの画面上でできるようにしたいよね。わかる？この画面すごいでしょ。これ自分で作ったんだよ。これすごいよね。こんにちは。ああ。ね、駒落ちとかするけど、うん、かっこいいでしょ、僕。ゲームでしょ。だから何のコーナーだっけ。そう、今日はね、今日は226事件の日ということでね、うん、まあ、特にね、広がる話もないんだけどね、うん、さっき思いついたんだ。僕寝てないんだよね。寝ずにさ、こうやってずっとさ、パソコンの前で待ってたらなんかさ、頭おかしくなってきてさ、ね、なんかね、いっぱいいますよ、こうやってね。みんな死んだんですよ、これ。こういう偉い人をね、殺していったんですよね。うんうん。すごいなぁ。かっこいいなぁ。みんなも、革命を起こそう。はぁ、一服しようと思ったら、あと10分しかないね。それじゃあ、CM 行く？あ、CM？ あ、わかりました。はい。あ、じゃあ CM 行きまーす。バイビー。この番組は、無提供でお送りしまーす。本当は1個目で消そうと思ったんだけど、なんか2個も流しちゃった。ごめんね、尺取っちゃった。さあ、CM 開けました。あ、嘘ですよ、富士サファリパークはスポンサーじゃありません。で、こんな感じでね、 CM とかも交えつつね、うん、このうちこうみんなからね、 CM とかそういうのも募集したいなって思うな。ぶっちゃけ一人じゃね、こんなにいっぱい作るの大変なんだよね。うん、まあ、そんな感じで、ね、やってみましたけどね。今日の天気はどうなんでしょうね。最近ね、天気がすごく不安定ですけども。ね、寒い日だったり、暖かかったり、いろいろありますね。
今日の天気気になりますね。じゃあ、イヌワンタンさんに天気お伝えしましょう。ワンタン天気予報。よし。こんにちは、イヌワンタンです。全国の、今日の全国の天気を紹介したいと思います。まずは北海道。北海道は、雪がパラつくところもありますが、多分大丈夫です。くっそ。くして。青森はですね、曇り時々晴れ、雪はないと思います。くして。長野は晴れ時々曇りで、こちらも雨はないけど寒い日になると思います。くっそ。くして、東京は、くして、東京は、晴れ時々雨で、折りたたみ傘をね、持っていくと、いいと思います。続きまして、名古屋ですね。名古屋も、晴れ時々雨となって、ね、夕方ぐらい、くつくして、くした、くしまってきたな、くし、名古屋はそういうことです。続いて大阪は飛ばして、四国は、くした、四国は雨が降るんじゃないですか。で九州うわーして。はい、ワンタン君、天気ありがとうございました。なんかよく分からなかったけど、とにかくうんこがしたいってことがよく分かりました。うんこしてきてね。みんなも学校行く前はちゃんとうんこしていこうね。腹痛は良くないよね。うん、みんなもちゃんと牛乳とかヨーグルトとか食べてね、胃腸にこうね、あれしてね、うんこをしていこう。じゃあ、次は今日の血液型占いです。みんな、今日はどうかな？今日の運勢気になるよね。血液型占いお願いします。静かな血液型占い。たけしさん。A 型の人はおとなしいところがあるので、もっとはつらつに行けばいいと思います。AB 型の人は二重人格なところがあるので、人に不信がられてしまう一日となるでしょう。 B 型の人は自己中なので、一歩も外に出ないでください。 O 型の人はおおらかですごくいいと思います。 O 型最高。みんなどうしたかな？血液型占い。あれ占いなのかな？僕の血液型は秘密さ。じゃないよ。最近の本当にスイーツはね、あんなことばっかり言ってるよね。本当、嫌になっちゃうよね。はは。結構ね、大型のみんなはね、ラッキーだよね。今日一日頑張ってね。残念だけど、B 型の人たちはね、家にいろということなので、家にいてください。お願いします。まあそんな感じで、気づけばもう27分ってことでね、あと3分です。じゃあエンディングトークに入りますかね。いや、ほんとね、みんなね、ありがとうね、早いね。30分ってすごい早いね。私6分のさ、こんにちはとか流しちゃったからね。うん。ごめんね、全然コメントとか拾えなかったね。結構ね、初めてだからね、焦ってたんだよね。次枠とかないよ、もう。正直もう全部出し尽くしたから。うん。全部やったからね。あ、次はね、だいたい隔週ぐらいのね、ペースでやりたいけどね、わかんないよね。結構しんどいんだよね。うん。まあ、シリーズ化とかね、
いろいろできそうなのばっかりだしね。まあ、再来週ぐらいにね、やるよ。えい、えい、おお感じで、みんなも協力してよ。なんか、どうしようかな、じゃあ。あ、そうだ。こういう、ちょっと待ってね。あ、もう時間がないね。ね、うんこじゃないよ。あ、こういう、あ、見えますかね。こういうイラストだとかね。さっきの犬ワンタンくんのね、気持ちを表した、こういうイラストですとかね。いろいろ書いていただけるとね、嬉しいですね。番組で、すごく使えそうな、あとこういう僕のね、かっこいい似顔絵なんかあります。ありがとうございます、これ。うまいですよね。みんな絵がうまいね。まあ、本物の方が、かっこいいんだけどね。てへっ!てな感じで。あー、疲れた。なんか、やりきった感があるね。いいね、このライブ感。みんな乗ってるかい?イェーイ!イェーイ!イェーイ!エビバディプレイ!就職はしない、あ、僕は永遠に子供だから、就職なんてしなくていいんだ。僕はね、そんな子供だからね、勤労の義務はないんだ。僕はずっと小学校に通っていればいいんだよ。僕は永遠に子供なんだ。イェイ!あ、やばい、もう時間が来ちゃう。じゃあ、エンディングだ。みんな、また会おうよ。さよなら。またね、再来週ぐらいに会おうね。See you next!